昔の荒川組はここに事務所があったんだ。あ、ここね。小さかったけどいい事務所だったな。一番からしたら家みたいなもんだったのね。うん、なあ、みんなもたまには実家に帰ってやれよ。亡くなったら二度と帰れねえんだからな。ああ、あんたが言うと重みがあるね。もう桃源郷もなくなっちゃったからな。はい。ジャッジアイズの時さ、事務所この辺じゃなかったっけ、キムタクの。ごめんごめん、なんかめっちゃぶつかっとるわ。何の建物？なんだこのボロい建物。桃源郷よ。不気味ね。地元の人間から幽霊屋敷って呼ばれてそうだな。散々だな。ああ、確かに心霊スポットっぽいな。これは俺が生まれ育ったソープランドなんだ。言いづらいよね。あ、ごめん。こういうのに超好き。高いのは苦手。神室町ヒルズ、こんなのができたんだな。ここね、ミレニアムタワーに匹敵する高さね。すごいな。あのてっぺんからバンジーしたら100万円って言ったらやる？え、無理無理、私高いところダメなのよ。俺はやるぜ。マジ？高いところは平気ってか？いや、苦手だ。だからこそ飛んだ瞬間に気を失うから恐怖は感じねえ。なるほど。引き上げられて目を覚ましたら100万が手に入ってるってわけだ。それあり？仮にありだとしても結構情けないな。じゃあ神室町ヒルズはここだね。ここだね。でかい。バンジージャンプとかやろうとも思わないわ。やったことある人とかいるの？スカイダイビングとかリスナーさんの中いるかな。スカイダイビングこそ怖いよね。あれパラシュート開かなかったら死ぬもんな。あれな、怖い怖い怖い。魔王の気持ち。ここが神室町のホテル街か。おい、あのホテル満室の札が出てるぞ。どこだ？それがどうしたんだ？あ、ここか。昼だぞ、日が高いのに。どういうことだよ。確かに。ああ、そういうことなんだろうな。お盛んですね。こんな昼間からどいつもこいつも世界を滅ぼす魔王の気持ちもわかるぜ。いや、魔王もあんたと一緒にされたくないと思うが。欲求不満なの、足立さん。お、パーティーちょっと100種類まであともう少しだな。てかそんなにあんのか、やばいね。多分動画でね、全部聞くのは難しいと思うから、まあ全部聞いてみたかったらぜひぜひ買ってプレイしてみてください。お、ヒールの痛み。ヒールだと、そうだよね。ヒールだと坂道で足が痛くなっちゃうな。わかる、つま先とかな。わかるぜ、小指とか辛いよな。そう。まあそうなんだけど、なんで足立さんがわかるの？確かに。昔おとり捜査で女性警官が足りなかったんでな。え？俺も駆り出されたんだよ。その時にヒールを履いたんだ。マジかよ。マジかよ。ちなみにその捜査はどうなったの？バッチリ捕まえてやったぜ。逃げる犯人を必死に追いかけてな。ヒール履いて失踪する足立さんに追いかけられたら観念するわ。てか神室町でもやばいな、これパーティーチャットの種類。ルイは友を呼ぶ。いや、後ろのパイセン元気かな。あ、エロビデオパイセン。どうだそれ。厨房の時の先輩だよ。卒業した後は裏ビデオパイセン、ゴシップ誌のライターやってヤクザのケツを追いかけ回してたんだ。ろくな先輩じゃねえな。そうなると仲いいのか。あれでしょ、ルイは友を呼ぶってやつ。あ、言うね、あんたね。俺は同類じゃねえって。そう、裏ビデオパイセンどうなったんだろう。結局あれだよね、春日が18年間刑務所にいて出所して、そこで少し出会ったぐらいだよね。それ以降出てきてないですよね。よし、ということでじゃあ今回ね、ちょっとすみれちゃん行こうかな。女の子攻略の続きでやっていこうと思います。お話できるかな。いたいたいた。もうね、貢いだからね、2000万ぐらい。何の様子か話す。ちょっと話してもいいか。
いいっすよ。すみれちゃんも可愛いもんな。そうか、すみれちゃんも盆栽が好きなんだな。なんか植物好きな子多くない？そうなんすよ、芸が細かくてめっちゃ良くないですか。盆栽、盆栽を渡せば喜んでくれるかもしれないな。持ってる？あ、持ってた。ありがとうございます。マジっすか、超生かした盆栽じゃないですか。ありがとうございます。春日さん、いつも世話になってるからな、これからもよろしく頼むぜ。すみれちゃんとの距離が近づいた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。はい、で引き続き話していこう。はいはい。そういや、すみれちゃん盆栽が好きなんだよな。そうなんです、めっちゃかっこいいっす。いくらでも欲しいっす。5つぐらい、あ、なるほど。今回は盆栽を貢ぐのね。よしよしよし。盆栽最高。さあ次、何の様子か。よし、うちは大歓迎ですよ。そういや、すみれちゃん盆栽まだ好きなんだよな。この前たくさんいただいてめっちゃ嬉しかったな。もっと欲しいくらい。10個持ってた。ありがとうございます。いいんですか、こんなに。めっちゃ嬉しい。春日さん最高っす。すみれちゃんとの完璧な関係性を築けた気がする。おーしよしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。あれちょっと待って、あれ、ああれ、特にサブイベント系なし。あ、よかった。おー、なんか始まるぞ。よっ、すみれ、工場は順調か。よし、守りたいもの。春日さん、うっす、おかげさまで。実はこの設備のおかげで今まで受け合わなかった大口の仕事を任せてもらえることになったんすよ。お、よかったっすね。マジか、すげえじゃねえか。それもこれも春日さんのおかげっす。俺じゃねえ、ちゃんと腕を磨いて工場の仕事に向き合ったスミレの実力だ。そうよ。実はそれ以外にも春日さんに伝えたいことが。ん？なんだ？そのおい、誰かいないのか。その声は。ん？ん？ん？モブっぽいけど、モブおじ。親父。お父さん？親父さん？って設備売り払ってこの工場をほっぽり出したっていう。はい。ああ、スミレ、久しぶりだな。ちょっと見ない間に結構いい女になったじゃねえか。一体何しに。おいおい、せっかく父さんが帰宅したってのにかけてくれる一言目がそれかよ。親不孝な娘だよな、お前はさ。あ、なんだスミレ、工場に男連れ込んでんのか。こんなもじゃもじゃ趣味だっけ。もじゃもじゃ。春日さんはそんなんじゃ。いや、私はいつでも大歓迎よ。お前がどんな男と付き合おうが知ったこっちゃねえや。そもそもお前には用はねえしな。じゃあ何しに来たんだよ。決まってるだろ、この工場売り払う。うわ、クソ親父。はあ、なんか来たよ、怖っ。ない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 、もうちょっとだったらサテライトレーザーだけどな。ほうほう、最新鋭の機材が揃ってると聞いていましたが、本当だったとは。これは工場丸ごと高く売れますよ。そうだろ、頑張って買い揃えたうちの自慢の機材。お前かかってねえだろうがってな。それは春日さんが買ってくれたもの、あんたのもんじゃねえ。そうだそうだ。おお、男に貢がせて悪い女だな。まあどうやって入手したかなんて知ったこっちゃねえや。さあ、バカはほっといて、どうぞどうぞ。うん、どういうつもりだ、そこをどけ。どかない、この工場は私の宝物だ。絶対にあんたなんかに渡さない。そうか、育て方を間違えたな。乗れ。あ、最低。娘に手を上げるなんて。こうなるんだよ、バーカ。おい、あ、お、いいね、一番。
なんだてめえ、殺されてんのか。悪いな、人の家庭事情にあんまり口出したかねんだけどよ。目の前で女殴られて黙ってられるほど大人じゃねえんだよ。かっこいい。ふざけやんだって、ぶち殺してやる。弱そうだけどね。じゃあサテライトレーザーしよう。いや、さっちゃんの次にすみれちゃん美人だよな、このゲーム。そう思いません？どうしよう、何使おうかな。いろいろ覚えたんだよね、マジカルシルクハット。なんか結構ね、なんかディーラーだっけ職業、博打要素あるんだよね。なんかあんまり使わないんだけど、ね、サマーソルトレッグが強いんだよな。てか弱っ、雑魚じゃねえか。ああでもよし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 。じゃあ1番、あ、イカズチ占いでいっか。あ、日野が残ってる。地上げや日野。俺の番か。してみろ。足立。足立どうしようかな。ほら来い。よし。よし。イエーイ。あ、お金山。また強くなっちまったか。強さだ。凄腕のあんたの娘のおかげだよ、うん、もしこの工場を力ずくで奪いたいんなら、娘より腕のいい技師に俺よりすげえ武器でも作ってもらうんだな。まあそんな技師そうそう見つからねえと思うけどよ。春日さん、ちくしょう、引き上げず。はぁ、大丈夫か、スミレ。キャー！春日さん。え？春日さん、ありがとう。私とこの工場を守ってくれて。サバイバーのあの部屋行く？春日さん、お願い。え、今までの恩を返させてください。何で返すんですかね。春日さん大好き。じゃああの部屋行こうよ。あの、そのなんつうか、やっぱり手が綺麗だな。スミレは何があったんですかね。春日さんったら、春日さんも意外と受け身なんすね。解釈によってすごいことになりそうだけど。今日はありがとうございました。これからもずっとずっと私と工場をよろしくお願いしますね。の、おう、もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。よし、よし、守りたいもの終わった。え、これ何マタ目？ 3 マタ目か。まだいるからな、おなごは。おー、さあ、すみれ。すみれちゃんも来た。お、サブストーリークリア40、やったぜ。そういうことで、じゃあ今回ここまでにしておこうかな。短いと思うけど。あー、じゃあ次、こっち行くか、リリカちゃんだね。まあ、これはまた次回やりましょう。はい、ということで。じゃあ今回はすみれちゃんを落としました。では、ご視聴いただきありがとうございました。うん。